6月11日は熊沢博道の命日。戦後の混乱期、皇位継承を自称する人たちが各地に出現した時期があったんだけど、熊沢博道はその代表的存在ね。なんでも南北朝時代の南朝の天皇の末裔で、自分こそが正当な皇位継承者であり、昭和天皇に対位するよう主張していたとか。足利氏に帝位を追われた南朝の天皇の一族は、南朝ゆかりの武将が多く住んでいる尾張国時之島に隠れ住んだとされます。尾張国時之島っていうのは現在の愛知県一宮市にあるんだけど、実はこの近くにお姉さんの実家があるのよ。そして一宮市時之島にいたおじいさんで熊沢さんって人がいたんだけど、時間制限があるためショート動画ではここまでとなります。続きは本編動画でご覧ください。説明欄に URL を載せときます。